それではですね、あのブルーモスクだけではなくモスクを参拝というかですね、あの見学しに行くときにこのしてはいけないこと、これやっては失礼に当たること、これだけはちょっとクリアにあの覚えておきたいなと思うんですけど、はい、大体どういったことが失礼に当たりますかね。そんなにたくさんないんですよね。あのよく来られる方で心配されるのが、どんな格好で行ったらいいですかと聞かれます。長袖着て行った方がいいですか、はい、スカーフ持って行った方がいいですか、はい、どのモスクでも観光客の方には、はい、ロープ、はい、その羽織るものとかぶるものを必ずお貸ししますので、はい、そこは全くご心配いらないです、うん、中途半端に長袖とか、はい、ちょっときちっとしたズボンで来ると、その上にロープを着なければいけなくなってしまうので、逆に暑いの で、ね、私がおすすめしているのは、はい、どうせ羽織るから涼しい格好で着ちゃってくださいと。中短パンってあんまり短いのはちょっと、ね、はい、全体的にあれですけど、はい、別に膝上でも着ていただくときには全然構わない。今日こう着たようなカジュアルで着ても全然構わないです、はい、で特にマレーシアは他の民族の人が短パンで、そうですね、他民族に慣れてますね、はい、問題ないで、ちょっとこれ他の国に行くと多分変わってくると思うんですけど、ここでは全然構わないので、まず格好は何も気にせず着ていただいて大丈夫です、はい、でモスクの中に入ります、はい、で勝手に入るのはダメです、うん、というのはあの入り口できちんと記帳していただいて、はい、ガイドとともに中に入るのは OK ですが、特にこのブルーモスク広いので、はい、いろんなところに入り口があって、はいはい、あの別のところから、まあ、これは知らなくてっていう方はいらっしゃいますけど、うん、勝手に入って勝手に中に入って勝手に写真というのはダメになっています。がちゃんと入り口、観光客用の入り口から入って一緒に入れば写真は OK、 どこで撮っても大丈夫です。写真は OK、 OK です。ビデオは一緒に入れば、そうですね、はい、あとちなみによく禁煙のマークを見ますけども、これもブルーモスクだけではなくてモスク全体、そうですね、それはいけないんだと思う。私もモスクの中で吸ってる人を見たことがないので、その問題について考えたことがなかったんですが、なるほどね、はい、あの私が調べた限りではモスクは禁煙というなので見たことなかったんだと思います。でしょうね、はい、モスクなんですけども、普段っていうのはお祈り以外に何かこう使われることってありますかね、はい、そうなんですよ、例えばこのモスクは2階の部分がお祈りの部屋になっていまして、はい、1階部分何があるかというと、はい、多目的ホール、セミナーホール、セミナーホール、はい、セミナーホール、立派なスクリーンがドーンとあって、はい、500人規模だったかな、結構大きいところもありますし、はい、で教室がたくさんあります、はい、で普段は今日なんかはアラビア語教室やってますし、うん、あと宗教に関するレクチャー、はい、宗教学者さんが何かお話しするとか、そういうのもしょっちゅうやってますし、実は週1回だけ私も日本語教室を開いたりしているんですが、そうですか、はい、そう言いますと、モスクはお祈りのスペース、お祈りの場所と、もう一つ、はい、なんと言いますか、公民館みたいな役割を果たしている。はい、なんか公民館って思うとより身近な感じがしますね、はい、なのであのスクールホリデーで、はい、学校がお休みで子どもたちが何もすることがないというと、うん、まあ、ご両親働いてる人マレーシア多いですからね、そうすると子供たちだけここに来て、いいですね、そのスクールホリデーの期間だけ子供向けのプログラムがあったりするんですよ、はいはいはい、でちょっと大学生が一緒に何か歌を歌ったり、ちょっと一緒に勉強したりっていうのがあって、でここでご飯も食べ、お祈りの時間が来たら、はい、上行ってみんなでお祈りしましょうね、一日過ごすことができます。それでもしかしてあの都会の中でも今でもコミュニティ性が強いですね。そうですね、うまいことできてますね、はい、日本語教室っていうのはどんな形で運営されてるんですかね。今はここで働いてる人たち向けになってるんですけど、まだその、ね、みんなには開いてないんですが、はい、ここの方たちが日本人の観光客が多いので、やっぱり日本人って英語できない人もいるんですね、はいはい、もっともっとコミュニケーションを取りたいと言って、日本語を勉強したいとですね、ありがたいですね、はい、すごいありがたい、今あの25人ぐらい、それも
90% 60歳以上です。素晴らしいですね、はい、60過ぎてから新しい言葉を、はい、そうなんですよ、今ゆっくりですけどそれなりに覚えてですね、はい、で観光客の方来たらようこそブルーモスクへ、おはようございます、聞いてみたいですねそれ、それはもう今1年くらいになりますね。ちなみに、はい、こちらの今流れてるこれって、はい、アザーンではない、これは今は午前中ですのでお祈りの時間ではなくアザーンではないんですね。アザーンはお祈りの時間の前に流れるお祈りの呼びかけ、呼びかけなんですね、はい、アザーンをそのまま訳すならお祈りの呼びかけ、あれはもう言葉が決まっていて、今からお祈りの時間ですよ、皆さんモスクに集いましょうというようなアラビア語が流れて、今流れているのは、普段はこの時間、午前中はすごく静かなんですが、今日は何かやっているみたいなんですね。ちょっとその何かを確認できていないんですが、何かのレクチャーかもしれないですし、もしかしたらお葬式ですとか、何かちょっと儀式のようなことをやっているのではないかと思います。アザーンというのは呼びかけだったんですね。そうです。それは知らなかったですね。はい、呼びかけです。1日5回ですか？1日5回、そうです。これはあの何によって決まってますか？はい、この1日5回は太陽の動きで決めているんですが、朝の一番が黎明の時間といって、はい、日の出前の少し明るみ始める時間、これが1回目です。で、日の出の時間になると、日の出の時間までが1回目のお祈りの時間です、はい、で、2回目のお祈りは一気に飛びまして、天気に飛んで太陽が頂点に達した時が2回目の時間、だいたいマレーシアですと1時半ぐらい、はい、次3回目の時間は太陽が斜めにこう傾いてきて、人の影と物のな人のごめんなさい、物とその物の影の長さが同じ、へー、はい、じゃあ結構こう時間軸でいうと結構ざっくりしてますね。ですね、はい、ざっくりですが、ちゃんと何分何秒で決まってるんですよ。でこれが3回目 で4回目は日が沈んだ時、はい、この時間が一番美しい時間と言われています。マレーシアだと夜7時半ぐらい、はい、で5回目が完全に真っ暗になった時間で、この5回なんです。確かにざっくりしてる。昔はそれを目で見て言っていたので、目で見て、あ、今だなと思ったら、このアザーンという呼びかけを人の声でしていたんですね。今の時代はもう全部コンピューターで分析できますから、1年分の何分、何時何分っていうのが全世界どこででも出てます。はい、いいですね。そういうあのアプリもあってですね、携帯からも。アプリでこうインストールしておくと時間になると呼びかけてくれます。呼びかけてくれます。便利ですね、はい、じゃあもう旅行に行ってもそれはその場所のその場所に合わせて、へー、なんかマレーシアですとその1日5回そんな大きな時間のズレは1年通してそんなにないんですが、例えば日本でですと夏と冬とで全然時間が違います。あ、そうか、太陽ですね、はいはい、だいぶですね、池田さんからいろんな話を伺ってあのイスラムのことも少しずつ分かってきたかなという気もするんですけど、他に日本の方からですね、あの見学中にこういった質問が多いよっていうことってありますかね。よくモスクで昼寝してる人がいてですね、いますね、日本人の方それを見て結構びっくりされるんですよ、はい、こんな神聖な場所で確かに昼寝をしてよろしいんですか、はい、というようなで、実はよろしいんです、よろしいんですね、はい、あのモスクに神様がいるわけではないというのがイスラムの考え方なんですね。でそもそもイスラム教は偶像崇拝がないので、はいはいはい、はい、あの石や木で神様を表すことはできない、うん、で神様はもう目に見えないちょっと遠い存在、大きな存在、うん、でも形で表すことはできないという考えですので、はい、偶像というものは全くないです。じゃあモスクは何の場所かというと、うん、雨をよけ、風をよけ、強い日差しをよけ、静かにお祈りができる場所
というだけなんです。単に環境が整ってるっていうだけなんですね。そうなんです。なので家でお祈りしても全然構わないですし、どこでお祈りしても実は同じなんですね。ただモスクは人が大勢集まるという意味で、はい、お恵みもたくさんあるという考えなんですが、はい、ここに神様がいない、ただ静かに穏やかに過ごす場所ですので、ゆっくり本を読んでもいいですし、眠かったら寝てもいいですし、穏やかに過ごせればいいです。もしかしで私たち日本人の感覚とはもうまさに真逆で、はいはい、私なんかもそうですけど、観光してて知らないモスクに来た後、もう新鮮だと思って、こうまあ、日本人ですので物にも神が宿るじゃないですけど、そんな勢いでこういたんですけど、マレーシアのこうムスリムの方、まあ全部ムスリムの方そうですけど、そういうふうには思ってないということなんですね。そうなんですよ。それは面白いですね。はい、はいね。もしかしたら私たちの方がもしかしたらすごく、そうなんですよ。実はね、あるガイドさんが言ってたんですが、はい、日本人がモスクのお祈りの場所を見て涙を流したと。でもそれ私は感覚わかるんです。はいはい、わかりますよ、わかります。なんだろう、はい、この神聖な雰囲気、はい、って。そのガイドさんは、ね、あ、日本人なんで泣いたの？わかんない。本当ですか？どうしてって言うから、私、いや、その雰囲気がね、どうしてかわからない。綺麗っていうのはわかる。はいはい、わあ、すごい綺麗、ビューティフォー。それはわかるけど、なぜ涙を？そこは感覚が違うと。圧倒的にそれは違いますね。うんうんうん、私たちが思ってるよりももっとこう機能的な場所として存在してるんですね、モスクは。なるほど。他にですね、何か質問とか、はい、これは多いなっていうことってありますかね。そうですね、他のガイドの人にもよく言われるんですけど、はい、イスラムの人がお祈りの前にお清めをするんですね。あ、その場所がありまして、はい、これは結構しっかり顔も洗ったり足も洗ったりするんですが、はい、それを説明すると、多くの日本人は、じゃあ自分もと言ってそこに入っていこうとする、止めるんですよね、はい、それはどうしてかっていうのも他のガイドから聞かれたんですが、はい、日本では神社で観光客の方も、ね、お清めありますね、必ずしますよね、はい、こちらではもうお祈りの前にすることなので、モスクに入る前にするというものではないんです。なので観光客の方は決してする必要はないんです。なるほど、はい、だから、あ、ここがお清めの場所かと見ていただくだけでいいんですが、はい、あとですね、その後日本人の方が結構びっくりされるのが、はい、その場所を見学した後、もう床が、この大理石の床が結構濡れてる。そうですね、はい、雨の日なんかもものすごい雨が、びちょびちょの日、はいはいはい、でそれは雨という理由もありますし、うん、あとは皆さんがこのお清めをした後、手や足を洗って、はいはい、拭かずにそのまま歩いていくんですよ。確かにそうですよね、はい、みんな拭かない、ちょっと家でも夫がそうなので、ちょっと私はそうですね、確かに、はい、でちょっとそんな床を見て、まあ、一度ちょっと日本人のお客様で転んだ方がいらしたんですが、はい、やっぱり危ない外部席で濡れてるので、はい、でもほとんどマレーシア人は転ばないのをどうしてかと聞かれたことがあって、はい、確かにマレーシア人歩くのがすごくゆっくりなんですね。そうですね、まあ、濡れてても大理石でも転ばないゆっくり歩いていまして、はい、まあ、私は日本人なので、ついついモスクの中でも何か仕事があると早足になってる、大抵声かけられて転ぶわよと転ぶからゆっくり歩きなさい、いや私ちょっと急ぐんだけど転ぶから確かによく考えたら転んでしまっては何もできないですし、ね、危ないですから、皆さん、あ、転ばないっていうことが大切で、こうゆっくり歩いているんだなというのは、私はそう思いました。こう日本人の感覚で言うと、拭く方がいいんじゃないって思っちゃったりするんですけど、その辺はまた違うんですね。もう濡れた大理石の床をゆっくりゆっくりゆっくり、何も急がない。それがマレーシア流という形ですね。はい、見ていてそう思います。そうですね。本日はですね、はい、本当にいろいろプライベートな質問まで答えていただいてありがとうございました。本当に。はい。なんか、まあ、今ですね、日本の方でも、
改めてイスラム圏に対しての興味っていうのがすごく開かれてるのかなというところで、皆さん、もっと身近なものとしてイスラム教だったりですとかモスクであったりとかそういうのに触れ合って、まあ、交流ができたらなというふうに思っているので、またもしよかったら、そうですね、イスラムの生活ですとか、はい、教えについて、ぜひ教えていただきたいと思いますので、私もちゃんと勉強を重ねておきます。はい、まあ、たくさんまた出ていただいて、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそ、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。シャツなんかが売ってますね。12リング安い。だいたいいくら？12リングっていうとだいたい今400円ぐらいですかね。本当かな。まあこういった色が揃ってる。アラビア語？アラビア語ですね。珍しいからお土産にいいのかも。田舎のお父さんとかいない。そうかもしれないです。物持ってらしくて、あとね、傘がなんかあって、それがすごく可愛いのでおすすめ。ハロー。シューティング、これは結構可愛いかもしれない。アラビア語のコーランの一節とかですね、そういったものがモチーフになってますね。これ、これ何？お皿？お皿じゃない。まあ飾り物でしょうね。飾り物。ムスリムの方の家でもよくこういったもの見ますけどね。やっぱりコーランの一節なのかな。帽子とか。男性用の。マレーシアすっごいたくさん売ってます。これはですね、トゥルンを止めるためのピンなんですけども、胸も紙じゃなくてね。そう、ちょっとしたトゥルンを止める。そうで、ネックレスなんかしても見えないので、こういう形でトゥルンにつけたりして、皆さん楽しんでますね。ブルーモスク行ってきました。皆さんもぜひ行ってみてください。